水沢駅は岩手県欧州市水沢東大通り一丁目にある東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道東北本線の駅である。朝の通勤時間に快速、当てるいが東駅から森岡駅まで運行されている。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅。互いのホームは古戦橋で連絡している。 五線橋には車椅子対応エスカレーターが設置されている。当駅2番線に貨物列車の発着、入れ替えがあるなど安全上の理由で改札止めが行われている。このため停車する旅客列車の到着10分前から発車直後以外はホームにいることができない。一ノ関駅が管理し JR 東日本東北総合サービスが受託する業務委託駅。 2015年11月30日までは直営駅であり、管理駅として陸中折井駅、金ヶ崎駅を管理していた。平屋建ての駅舎には緑の窓口、自動券売機2台、指定席券売機1台、ニューデイズがある。かつては欧州市観光物産協会の観光案内所が設けられていたが、2015年5月をもって案内スタッフの常駐が終了。 同年7月に簡素な無人案内コーナーに移行した。また、水沢駅は将来高架化が予定されているものの、現時点では財政難から計画は宙に浮いている状態である。JR 貨物の駅は旅客駅の東側にあり、一面のコンテナホーム、一本のコンテナに約線がある。かつては入れ替え作業に小型ディーゼル機関車を使用していたが、 2006年7月に、校内改良工事が進行し、本線牽引機が直接入れ替え作業を行うようになっている。また、駅事務所は旅客駅舎の中に入っている。かつては、住友大阪セメント水宅サービスステーションの二役設備へ続く専用船があったが、すでに廃止されている。取り扱う貨物の種類は、コンテナ貨物のみである。また、産業廃棄物、 特別管理産業廃棄物の取扱い許可を得ている。停車する貨物列車は高速貨物列車で、下り列車が1日2本、上り列車が1日1本停車する。2007年3月のダイヤ改正より、名古屋貨物ターミナル駅発の列車が新たに停車するようになり、同駅と西浜松駅からのコンテナ直通輸送が行われている。このか。 六原駅のオフレールステーション化に伴い、当駅と六原 ORS の間で1日に往復のトラック便が運行されている。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は1862人である。1985年の東北新幹線、水田江差し駅開業後、無料駐車場のある水田江差し駅へ遠距離客ともに、 森岡方面への通勤通学の定期客などが移ったことにより、利用者は減少基調にある。なお、近年の推移は以下の通りである。水田地帯に急遽開かれた水沢区へ差し駅とは違い、当駅周辺は昔からショートとして発展したこともあり、ビジネスホテルと宿泊施設や飲食店が数多く存在する。なお、当駅と水沢区へ差し駅とは、 車で15分ほどかかり、徒歩での乗り換えは不適である。駅前バス停及び、水沢駅通りバス停は、全線岩手県交通が運行する。水沢駅通りバス停は、駅前から約300メートル精神した、駅通りにある。高速バス仙台江差支線の、水沢駅東口バス停は、駅前から、東西地下連絡通路を経由し、 国道4号方面へ160メートルほど進んだ場所にある。これとは別に、岩手県交通の水田駅東口バス停が地下連絡通路の出入り口付近にある。また、欧州市、コミュニティバス、Z バスの水田駅口バス停が駅前から130メートルほど離れた岩手銀行水沢支店北側の指導場にある。1番乗り場、2番乗り場、3番乗り場、4番乗り場、5番。 乗り場6番乗り場夏の恒例になっている、駅ホームの南部鉄器風林装飾1962年より、夏の恒例になっている、駅ホームの南部鉄器風林装飾は、日本の音風景100選にも選ばれている。約700個の風林が、下りホームに飾られる。注釈出店。ありがとうございます。